埼玉市営大宮球場は、埼玉県埼玉市大宮区、樹濃町2丁目の大和田公園内にある野球場。施設は、埼玉市が所有し、埼玉市公園緑地協会が、指定管理者として、運営管理を行っている。1979年頃の大宮公園。写真右上付近は、東急城1967年4月1日、大宮市に、 大宮市営球場として完成。かつての見沼の一部にあたる見沼田んぼに建設された。この年に埼玉県で開催された第22回国民体育大会の高校野球の会場として使用された。以来、大宮公園にある埼玉県営大宮公園野球場とともに高校野球などアマチュア公式戦が開催されるほか、 プロ野球イースタンリーグ公式戦も開催されている。1984年から1988年にかけて改修工事が行われ、照明設備の設置、内野スタンドの改築、スコアボードの電動化を行った。これと入れ替わる形で、1989年の秋季大会から1992年の春季大会にかけて、 県営大宮球場が大規模な改築工事を受けることとなり、市営球場は県営球場に代わって、埼玉県の高校野球公式戦の主会場として使用されたほか、関東大会でも使用された。2001年5月1日、浦和市、大宮市、与野市が合併し埼玉市が発足したことに伴い、現名称に改称した。 埼玉市の資料では、埼玉市大和田公園野球場という名称も見られる。2020年10月28日、埼玉市は新たな財源確保を行い公園施設の維持管理に充てることで市民サービスの向上を図るため、埼玉市大和田公園野球場の施設命名権を売却することを発表、同年11月2日から11月30日まで、 ネーミングライツパートナーを募集するとした。募集を終えた後の同年12月11日に、埼玉市大和田公園野球場ネーミングライツ審査委員会にて、ネーミングライツパートナー優先交渉権者を、東京都足立区の不動産会社、株式会社レジデンシャル不動産に決定。2021年3月4日には、同社と基本合意に至ったことが発表された。 同年6月30日に同社と本契約を締結し、翌7月1日から通称がレジデンシャルスタジアム大宮となった。同日は除幕式も行われた。なお、市営大宮球場がある大和田公園は大宮公園の一部である大宮第二公園に近接している。スコアボード、ありがとうございます。